人、頭脳は子供、でもあそこだけは立派な大人、積極的でございます。さあ本日なんですけども、8月9日の今午後12時40分頃なんですけど、またしても僕の大好きなサッカーの試合がですね、夕方からあるので、そのサッカー前の時間を利用してですね、今日は見えてる通り中野のブロードウェイの前に来ております。中野のブロードウェイといったら知る人ぞ知る中野のね、もうオタクの聖地と言われてる場所なので、果たしてそこでインタビューを観光して、そのままの流れで番下できるのかをちょっと検証していきたいと思います。で、質問内容ですけど、そうだな、やっぱブロードウェイだからアドリブでいきましょうということで、ブロードウェイで積極的。さあということで来ていただきました。こんにちは。こんにちは。なんかすいません突然。あ、いえいえ。びっくりしちゃったと思うんですけど、ここ中野のブロードウェイって言って、中野のアニメの聖地って言われてるんですけど、はい、お姉さまはアニメは好きですか？あんまり好きじゃない。なるほど。アニメと、最後の質問なんですけど、はい、いきなりアニメと男ならどっちが好きですか？アニメとアニメか男なら。アニメです。え？男じゃないの？あら、そうですか。今こうやってちょっとだけですけど、切な時間ね、話してもらって、僕は一目惚れしちゃったみたいなんで、今度よかったら、イタリアン好きですか？イタリアンで有名なほら、何ゼリアでしたっけ？サイゼリア。それ、ちょっとご馳走するんで、今流行りの LINE アプリフレンズになってもらえませんかね？ LINE フレンズだけ、ダメですかね？そうですね。え、ダメってことですか？あ、LINE はダメだと。じゃあ、なんなら OK ですか？何もダメです。あ、何もダメですか。あ、彼氏がいるか。あります。あ、だからと、はい、僕こういう顔してるんですけど、はい、もし彼氏がいなかったらワンのちゃんありですか？うん、ちょっとわからないです。あ、あんま外見で選ばない。はい、そうですか、わかりました。すいません、忙しいところ。じゃあ締めたいと思います。せーの、積極的。すいません、ありがとうございます。さあということで来ていただきました。こんにちは。こんにちは。すいません、たまたまブロードウェイで仕事中にね、ブランチ中にちょっと来てもらった本当いい人なんですけど、そんな美しくて性格もいいお嬢様に質問なんですけど、アニメは好きですか？アニメは自分が留学生ですので、日本に来る前に、うん、そうですね、若干見たことあります。あ、なるほど、はい、アニメと日本人の男性ならどっちが好きですか？あ、それは日本人の男性の方が好きと思います。なるほど、はい、僕、純の日本人なんですよ。あ、そうですか。はい、で今、心も体も空き家なんですけど、はい、今度よかったら、そこの中野のサンモールの商店街で、はい、美味しいパンケーキ食べ行きたいんで、あ、今流行りの、はい、LINE フレンズになってもらうのダメですかね？一緒にパンケーキ食べに行きます。はい、行きましょうよ。あ、今日じゃないですよ、今度ね。あ、嬉しいです。今は休憩中だから、お仕事中だから行けないから、はい、今度時間合わせてパンケーキ食べ行きたいんで、いいです。LINE だけ交換してもらってもいいですか？私でよければ。あ、ありがとうございます。いや、かわいい人。あれですか、あと LINE 僕と追加してもらっていいですか？あ、はい、ID すいません、はい、すごいかわいいね。中国こんな綺麗な人いるんですね。それでスタンプ送ってもらっていいですか？はい、ありがとうございます。今来ました。ありがとうございます。すごい嬉しいです。ちなみにもう最後の質問なんですけど、はい、おいくつなんですか？あ、すいません、今年25です。あ、見えないですね。僕いくつぐらいに見えます？20代後半だと思います。そう、目が鋭い。28です僕。あ、本当ですか？はい、でもちゃんと僕年上だから、はい、パンケーキご馳走しますから。 ありがとうございます、はい、嬉しいです。じゃあ今度LINE しますんで、はい、ニーハオって言ってね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ締めたいと思います。はい、せーの、積極的。積極的。ありがとうございます。すいません。どういうケースなんやな。どういうケースだ。
さあということで来ていただきました。こんにちは。こんにちは。ブロードウェイから今ねこんな美女2人が出てきたんですけど、あれに似てますよね。フジテレビのアナウンサーの長島美優さん似てません？目覚ましテレビの超メインキャスター超美人。少し美人。あ、それ。ああすいません。すいません。もう十分。すいません。よかった美人の方で。いや美人ですよ。本当にそんなブロードウェイから美女が2人出てきたのでちょっとお聞きしたいんですけど、ブロードウェイに買い物に来たんですか？そう、今ブロードウェイに買い物に来たんです。はい。じゃあアニメが好きですか？違うんですよ、そこは。何が好きなんですか？何が目的？今、八段アイス食べに来たんです。え？八段アイスっていうのがあるの？何ですか、八段アイス？え、知らないんですか？え、あ、知ってるよ。いや、それはない。どういうやつですか？どういうやつ？ブロードウェイの地下に、はい、なんか走るなじのソフトクリームがあって、はい、あ、高いやつだ。八段アイス、皆さん検索してください。八段アイス、それを食べに来たんだっけ。そう。あ、じゃあアニメとは無縁。2人はアニメは無縁。なるほど。いや全然いいんですよ。もういや全然 OK。 ブロードウェイから出てきたらもう全員 OK なんで僕たち。よかった、はい、もう取れ高が全然高いんで2人とも。はい。その八段アイスのお味はちなみにどうでしたか？八段アイスの味はやっぱうまい。いろんな味が、うん、なんかあるんで、こうダラーってやって走るを一緒に食べるのがいいんですよ。あ、2人でシェアしたんですか、1本を。そうです、シェアしました。なるほど、まさにシェア合わせってことですか。まあ少し面白い。少し厳しいっすね、ほんと先輩はもう厳しいね。で、そんなソフト甘いもの好きなお二人に僕のちょっと率直な意見なんですけど、なんか今こうやって話してたら僕二人に一目惚れしちゃったんで LINE だけいいですかね。二人とも一目惚れしちゃったんです、同じぐらい。だから二人を一生懸命愛したいんで LINE だけいいですかね。ダメです。え、ダメです。なんなんでよ。 LINE はダメですよ。ちょっとなんで、あ、じゃあなんで僕に、先輩は僕に LINE 教えたくないか、ちょっとズバッと言ってやってください。ここが至らないから私の LINE オーディションに不合格なんだよっていうのをちょっと教えてあげてください。ちょっと。そうですね、はい、どの辺がダメですか僕の。やっぱりこういう顔してるんですけど、惜しかったんですけど、はい、惜しかったんだよな。何、どこが惜しい？さっき何言ってた。あ、そう、はい、これもうズバリこれ、うん、何、いいんですか？言っていいよ。少し美人は悪い。あ、あれがちょっとあれがもう、なるほど、自分からちょっと引きずっちゃったから、しょっぱなが、つかみが悪かったってことですね。そう。あ、そっか、じゃあつかみ大事ってことですね。わかりました。ということで先輩に振られちゃったんで LINE だけいいですかね。保険で。保険はやばい。あ、保険で。あ、まあでもいいですよ。本当ですか？はい、僕と LINE 交換すると今なら漏れなく焼肉ついてきますね。あ、いいですね。本当ですか？なのに焼肉に釣られる女子。なんで牛角って高級店してます？知らないです。牛に角って書いた美味しい焼肉屋知ってます？それ合格でしょ。正解知ってますね先輩。いや鋭いな。なんかないコンビやってますよここ。そうなんですね。結構すごいっすね、はい、面白いの。なるほど。先輩これ追加してもらっていいですか？ガチなやつ。はい、嫌だったらいつでもブロックしてください。全然します。おい全然ブロック。そんなこと言わないでよ。俺結構あれなんだから。これ読み込み？はい、読み込んでスタンプだけ送ってください。ただの美人じゃないんですよ。なんか切れ切れの、ね、結婚してないの？結婚してないです。本当ですか？じゃあ結婚前提に LINE しましょうよ。あ、もうそうですね。なんだ、キューピットになるか。私あ、お願いしますよ。どこ行った？お願いし、あ、ありがとうございます。すいません、なんでもいいです。あ、今来ました。ちなみに最後に質問ですけど、2人おいくつなんですか？な、24、5ね、うん、最後に僕何歳ぐらいに見えます？ガチだ。ガチでいいよ、全然いいよ、全然大丈夫だから。ガチを欲しがってるから視聴者は。ぶっちゃけさっきね、ちなみにさっき前回インタビューしてくれた人に同じ質問したら20後半って言われた。参考にしよう。うん、参考にしてみて。参考にしよう。あ、まあいいや。せーの。43。惜しい。ビンゴ。え、マジ？マジでビンゴ。43か44か迷った。いや、そうだよね。マジでビンゴ。マジ？
うん、すごいね、マジで見る目あるね、本当に。僕今年40の今43なんで。あ、じゃあ、はい、うちらの正解だね。はい、すごいね。だから、まあ、結構おじさんですけど、中身は本当、うん、頑張ってほしい。あの若手なんで、あの今度ね、あのしつこく LINE するんで、自撮り送るんで自撮り送るんで繰り返しますね。本当ですか。じゃあ、あのよかったら今度ね、あの焼きの肉をね、いきましょうね、焼きの肉を、ね、おまけでついてきてもいいかな。じゃあ、ということで締めたいと思います。せーの、積極的。ありがとうございます。すいません。さあ、さっき言ってた、あの彼女たちが言ってた八段アイスがこれですね。めちゃくちゃでかい、超でかいけど、さすがに僕はちょっと食べれないんで4段にしました。美味しそう。チョコレートとカフェオレとラムネとバニラを混ぜて4種類です。超美味しい。積極的。さあ、ということで来ていただきました。こんにちは。こんにちは。今ちょうどですね、ブロードウェイからですね、こんな美女2人が出てきたんですけどちなみにブロードウェイでは何をされてたんですか。お茶会です。あれでしょ、八段アイス。お茶会。お茶会。あの、実はなんで僕その今ワードが出たかっていうと、はい、ちょうど お嬢様たちの前にインタビューした2人組の女子がいたんですけど、はいはいはい、八段アイスって言って、はい、八段のソフトクリームを食べに来たって言ってたんで、はいはいはい、その部類かなと思ったんです。いや、その部類じゃないね。あ、違います。あ、本当ですか。はい、ちなみに、はい、ここってほら、あの中野のアニメの聖地って言われてるんですけど、はいはいはい、アニメは好きですか。うん、うん、それなりに、それなりに。じゃあ、オタク系ではないけど、それなりに好きぐらい。うん、そうです、ね。あ、なるほど。はい、それじゃあ、アニメにちょっと絡めて、はいはい、アニメと男ならどっちが好きですか。はい、男ですね。アニメと男ならどっちが好きですか。男ですかね。あ、うん、本当ですか。うん、お嬢さん、アニメか男。じゃあ男で。じゃあ、じゃあって言われた男側としてはなんかちょっと忍びない感じがするんだけど。なるほど。はい、そしたら、あのすごくね、お嬢様は男が好きだってことなんで、僕もすごい無類の女好きなんで、多分お互いトークもね、あの気も合うし、肌も合うと思うんで。今度ミッドナイトに美味しいカクテル飲み行きたいんで、あの LINE だけ交換してもらってもいいですかね。あ、ちょっと大丈夫です。ええ、だって男好きっていうから LINE ぐらいいいかなみたいな。ダメだの。あ、本当だ、マリッチでした。え、じゃあこれに、これではダメですか。これに、これで、はい。そんなにたいえ、もう一回、ちょっと聞こえなかったんで、もう一回はっきり言ってもらっていいですかね。もう一回言ってもらっていいですかね。そんなにタイプじゃないです。え、誰がですか。あれ。いや、結構これインタビューやると結構ね、毎回絶対言われるんで、だから多分僕みたいなのをやっぱ好む好まであると思うんで、いや、もうそれはもう率直な意見でありがたいです。いや、本当分かりました。もうこれだと潔く諦められるんで、ということでなんか振られちゃったんで LINE だけいいですかね。大丈夫です。え、ダメですか。ダメです。あ、お嬢様も、はい、ここダブルマリッチでした。あら、そうでしたか。ちなみにもしワンちゃん、あ、最後の質問で、もしお二人が独身だったとして、ありかなしか。せーの、なしで。さすが、わかりました。ブロードウェイの洗礼はきついということで、僕もあの傷に心と書いて昇進で帰りたいと思います。じゃあ最後締めたいと思います。せーの、積極的。ありがとうございます。すいません。さあ、ということで来ていただきました。こんにちは。今あの富士、そこの富士屋でね、美味しいスイーツをたくさん買ってた女子なんですけど、甘いもの好きですか。甘いもの好きです。僕も甘いもの好きなんですよ。同じですね。同じですね。気が合いますね。こんな甘いもの好きな お嬢様に今聞いてるんですけど、ブロードウェイにはよくいらっしゃるんですか。あ、よく来ます。じゃあアニメが好き。いや、そんなに。地元なんで。あ、そういうこと。はい、じゃあもう通り道だ、これ。そうですね。あ、なるほどね。確かにこれね、抜けると早稲田通り出るんでね。はい、確かに。で、最後あの質問なんですけど、はい、今恋はしてますか。恋、あ、してます。え、え、本当に。本当に。え、それはもしかして、はい、彼氏と書いてダージリン。あ、ダージリンは紅茶だからダーリンがいるってことですか。いないですね。え、いないの。いないです。え、何より恋してるってこと。恋、片思いみたいな。あ、僕に。違います。え、違うの。違う。え、一目惚れしちゃったんですよ、お兄さんにっていうことじゃないの。ちょっとそれはちょっと違かったかな。え、違うの。え、誰に恋してるんですか。知り合い。あ、それあれでしょ、あのブロードウェイだけに
二次元のアニメの世界じゃなくて、ちゃんとリアルの。リアルの。あ、そうなんだ。はい。あ、ちなみにそれはどういう関係の人なの？その友達なの。友達。あ、一応そういうアタックはしてるんですか、私から。なんか何回も好きっつって、そのために痩せろ、うん、痩せろって言われてる。あ、確かに。ちょっとやめて、傷ついちゃう。傷ついてないね、これ。いや、確かに、確かに。いや、そんな別に太ってはないですよ。いや、太ってますよ。いや、ちょっとデブリンコなだけです。いや、デブちゃん。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、ごめんなさい、あの言い方間違えた。肉団子なだけです。デブじゃん。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。雪だるまなだけです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。全部デブ。あ、全部デブ。とりあえずごめんなさい、ごめんなさい、すいません、すいません。あの、全然あの脂肪の塊だなんて思ってないんで。いや、私も思ってる。あ、思ってる。面白い、ノリがいいですね。ここまでね、明るいあのデブは本当いいですね。ちょっと、デブって言わないから。あー、すいません、デブだけど。すいません、失礼します。そうなんだ。じゃ、ちなみに、そんなあの、ね、デブなのに不二家でスイーツをたくさんね、爆買いするお嬢様が。いや、友達に買ってくから。あ、私じゃないのこれ。私じゃない。これ何？だってエクレア100個ぐらい買ってなかった。そんな、いや、買ってたかな。買ってた。内緒。あそこで内緒ね。なるほど。それくらい結構買ってたんで、大量にね。でもそれ友達の分なんだ。そう、友達の分。なるほど。ちなみに最後の質問なんだけど、はい、片思いしてる人と、はい、僕なったら、はい、どっちがかっこいいですか？片思いしてる人かな。見る目ない。いや、ある。絶対。だってそれもあれでしょ、ほら、デブつながりだから、そいつもデブでしょ、きっと。いや、めっちゃ細い、めっちゃ細い。マジ49キロとかよく行ってるから、あの人。ああ、じゃあ細いね。まさにあれじゃん、ごぼうとかぼちゃじゃない。かぼちゃ、いや、かぶでしょ。あ、かぶか。面白いね。なるほど。じゃあ、その好きな片思いの人を僕が恋の上書きと言って忘れさせるから。無理かな。ね、今流行りの LINE だけ交換してもらってもいいですか？どうしよう。LINE だけ、ダメですか？別にいいですよ。いいですか、じゃあ友達からなんか、じゃあね、あの恋の悩みそうなったら言ってください。あ、はい。僕の乗り込んでもらっていいですか？本当ノリいいね。ここまで本当快活なデブはいないよ、なかなか。本当にデブデブ言わないで。あ、すいません。じゃあ、いや、分かっててもちょっと傷つきはしねえの。傷つきしねえかい。しねえかい。あ、スタンプだけ送っといてください。なんか私って分かる、太ってるやつ送っといて。スティッチ送っちゃったじゃん。スティッチ送ってないじゃん。スティッチ可愛いからいいの。確かに。あれに似てない？あの彼女あれに似てますよね、ほら、タレン芸能人のさ、あれほら、ユリアンレトリーバーは。違う違う、ユリアンじゃなくてあれ、ゾンビ。誰？ゾンビに似てない？ゾンビって何？あ、ゾンビ似てないか。あのウォーキングデッドに出てきそうかな。そうね、ゾンビじゃない、もっと私の方が正規ある。あ、そっか、正規ある。やっぱ僕あれですね、実は彼女あのケーキ買ってるところをたまたま見かけて、かあの終わってくるの僕実はここで出口で待ってたんですよ。マジで、マジでマジで、これ本当に裏話なんだけど。いや、もうこの子絶対面白いかもと思って、なんかいいキャラしてるなと思ったの。いや、僕の読み当たりましたよ。やった。まさかこんな取れ高高い子だと思わなかったんで。トークもね、できるし本当面白いですね。じゃあ今度僕あの積極的に自撮り送るんで。あ、はい、楽しみに待っててください。あ、了解です。はい、で、ここ来るからね、好きだよって。あ、いい、無視しときますね。無視する。じゃあということで、次会った時はね、痩せていることを祈ってね、痩せときます。痩せていきましょうね。はい、はい、じゃあ締めたいと思います。せーの、積極的。ありがとうございます。すいません。さあ、ということで来ていただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。とってもすごい綺麗でね。ありがとうございます。本当に美しい人と書いて美人。本当にあのここ今ロッテリアなんですけど、ロッテリアのね、あのコアラのマーチのね、コアラのマーチ焼きを買いに来た美しいお嬢様にちょっと質問なんですけど、はい、甘いものは好きですか？好きです。あ、好きですか、うん、僕も甘い食べ物、はい、甘い誘惑、はい、甘い吐息、はい、甘い口づけ、はい、全部好きなんで、はい、よかったら今度一緒に美味しいチョコレートパフェ食べに行きたいんで、うん、今流行りの、 あの LINE アプリフレンズだけなってもらってもいいですかね？やだ。え、それはダメですか？あら、あ、それは多分、僕こういう顔してるんですよ。この顔でもダメですか？はい。あ、顔の問題じゃない。はい。あ、何の問題かちょっとズバッと教えてあげてください。え、何の問題か？はい。え、何だろう。彼氏がいるとか。全然いない。え、いないの？うん。え、じゃあいいじゃん。そういう問題じゃない。え、そういう問題じゃないの？え、だいたいほらこうやって言うと、うん、いや彼氏がいるんでちょっと LINE はって子が多いのね。あ、じゃあそう言えばいいってこと？いや、ダメだね。遅いね。ちなみに 彼氏いません、はいはい、でも僕にちょっと LINE はっていう、そのなんか率直な理由をちょっとズバッと、ちょっと私の中の LINE オーディションにあなたが至らなかった、合格点に至らなかった理由をちょっと教えてあげてください。基本的に
仕事関係の人にしか連絡先教えてないです。そっか、はい、仕事はあれですか、あれ何関係ですか、関係でいうと関係ですか、関係、うん、大まかな抽象的です。抽象的で会社を経営してます。あ、社長なんだ、はい、だからちょっと警戒してるんでしょ僕のこと。あ、それ社長じゃなくてもじゃないですかね。あ、なるほど、一個人として警戒をしているといや、わかんない、アラームが鳴っていると警報が鳴っているとことですかね。そうですか、わかりました、はい、じゃあもし生まれ変わって、はい、僕の顔が変わってイケメンになってた暁には、はい、LINE 交換してあげてください。次私犬になるから、あ、うん、ちょっと無理かな。あ、そうですか、まあ、とにもかくにも、はい、に2度目のチャンスもないということなんで、はい、まあ、逆にここまでね振られるとちょっとすごいスッキリするんで、はい、もう潔いです、僕もうすごい潔い、はい、もうスッキリして帰れます。じゃあ最後締めたいと思います、はい、せーの、積極的、ありがとうございます、すいません、はいはい、ということで行ってまいりました、結果ですけど3番毛でしたね、はい、当初今日始まって要はキックオフしてすぐなんですけど30分ぐらい全くですね誰も止まってくれなくて、まあ、サッカーで例えるなら30分ボール触ってないみたいな、それくらいちょっとスタートダッシュが悪くてやべえなこれ今日取れたかないんじゃないかなと思ったんですけど、最後1時間ぐらいかなでダダダダッと今ね6組出場ご登場していただいて、まあ、ものすごくいい人たちでキャラが濃くてね、最後から2番目に出てきたデブリンコの子もですねものすごく性格が良くて本当いいキャラだったんですけど、本当藤屋の前で張り込んだ甲斐があったなと思って、こういう感じであの中野のサンロードってものすごい商店街でいろんなお店があって、あのすごい楽しい場所で、特にあのブロードウェイ面白いですよ。ちょっと紹介できなかったんですけど、いろんな飲食店とかもあってかなりあの面白いお店いっぱいあったんで、暇つぶしにね来てもらうのも結構面白いんじゃないかなと思います。で今日たまたま来たのもコメント欄に秋葉のアップしたじゃないですか、あのインタビューを、そこのコメントしてくれた視聴者さんが中野のブロードウェイでインタビューしたらどうですかっていうのをもらって、あ、それありだと思ってその日の当日に来てるんで、積極的に。だからあの皆さんもし、あ、ここ面白いかもよとかあればあの積極的にコメント書いてもらえれば進出キボスで積極的にお伺いしますんで、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッド評価とチャンネル登録を積極的にお願いします。ということで本日も皆さんにとって積極的ー。